できてないとしても。シオン、この水を飲んだらどうなるかわかるか？わからないわ。具体的には30分以内に下痢と嘔吐が始まって、だが私たちは水分を今すぐ取る必要がある。どうするの？実は水分は大腸でも吸収することができる。え？つまりこの水は肛門から飲む。肛門？尻をこっちに向けてパンツを下ろせ、シオン。いやよ、いや。死にたくはないだろう。入らないわよ。入る。大丈夫だ、私が口移しする。力を抜いて雲でも眺めてろ。まだ症状が辛いだろうが、もう一仕事してもらうぞ。仕方がない。とりあえず10口分入れてくれ。それで大体 200ml くらいになる。私もそろそろ限界だ。さあシオン、早く舌をねじ込むようにして。いや、さあ。許して。ねえマレさん、今日の出来事は絶対私たち二人だけの秘密にしましょうね。あれ？おはようございます。しまった。